関係省庁との間でも協議をし、また石破大臣の地方創生チームとも調整をしておりますので。どうも。あれ、確認するということ、そしてそれを救済して必要な復旧の対策を講じるための事業といったものを実施しておりますし、まあ、それはこれまでのところは約180万円ということで、京都に移ってよかったねっていうことが、京都の皆様のみならず、日本全国の皆様で実感していた。今回は、第1回目というふうな気持ちで来ましたのでですね、今後何度でも、私もそうですし、宮田長官もそうですし、職員も何度も行き来しながらですね、ワンクに始まって以来の中央省庁の移転事業を成功に進めていきたいと、そういうふうに思いました。すみません、今日ですね、先週の発言で脅迫に関しまして、脅迫に検討対処法がないと発言なさったんですが、ここの趣旨としては、この京都府警以上に住むことであるという、そういう表現はしていません。京都府や京都市から提案をいただいた中では、私は京都府警があの場所が100点満点だと、こういうふうに申し上げたと思います。同時に文化庁を京都に移転する趣旨を考えた場合に、国立京都博物館の敷地内も極めて意義深い場所である。我が国が代表する国立の博物館の展示スペースもある、収蔵庫もある、職員もいる、修復の技術もあるところでですね、同時に文化庁の行政の機関、職員が働くことができれば、私が一体的な集約されたですね、機能を果たしていくことが可能だと思いました。新たな文化庁を作っていくにあたり、非常に機能的に見ても、ね、良いのではないかという観点で申し上げております。京都府知事、京都市長ともにですね、東京オリンピックより前の実現というのを要望されていると思いますが、現時点での大臣のお考えを聞かせていただきます。はい、協議が整って予算も順調に、また京都側の応分の負担も議会側にも認められるということであれば、スムーズにいけば東京オリンピックの前には移転できるのではないかという期待をしていますが、前分調査等ですね、あるいは景観条例等あると思いますから、いろんなことを考えた上で数年内には全面的に移転したいと思います。